はい、ちょっと薄着で外をうろうろしたらちょっと鼻風を吹いちゃったっぽい LGBTQ の Q クイアのアコネです。今日も私と一緒に楽しくね、えっと、ダイエットの勉強をしていきましょう。私はね、日本ダイエット健康協会の公認ストラクターを目指しています。そう、そのね、勉強の中で学んだことを,を皆さんにお知らせするのがこのポッドチャットです。 あれポッドチャットって言ったポッドキャストです。<laughs> これなかなか治らないね。まあ、いいよね。<laughs> さあ、早速やっていきましょう。じゃあ今日の問題はですね。えー、っと、お釈迦様は絶食修行で悟りを開いた。ダイエットの勉強ですよ。ダイエットの勉強ですよ。もう一度言います。ダイエットの勉強ですよ。 決して宗教のお話ではございません。<laughs> まあね、私はさ、ネパールに住んでたんで、まあ、みんなよはね、仏教とか宗教は詳しいかもしれない。ただ、特定の宗教を信じてるってことはないかな。そう。でも仏教徒は仏教徒。うん。私は仏教徒っていうよりも、神道の方が好き。<laughs> もうね、純粋な日本人でありたい。 って思ってるの <laughs>。まあ、その話は、また M キャスの方でやることもあるかもしれないけど、今日はお釈迦様。そう。お釈迦様のお話です。といってもさ、お釈迦様が今回のテーマじゃなくて、もちろんダイエットの本来のテーマは、今日はこれ。ダイエットが健康状態にもたらす影響。うん。 そうまあ、これとさお釈迦様がさ何でって思うわけよ。そうねなんでお釈迦様って思わないうん私も思った最初の時と読んだ時。これどういうことかというとねあのお釈迦様が、まあ、どうしてお釈迦様はったかっていう話まで本当はあの掘り下げないとあのいまいちよくわからない話ではあるんだけど、まあ、それに関してはね そう、ちょっと置いといて。じゃあ、このテキストでは、お釈迦様、なんでお釈迦様って話になってるかっていうと、こういうことよ。要するに。そう。まあ、お釈迦様ってね、もともと、あの、現代のネパール国の、あの、王子だったのよ。そう。うん。まさにね、私はお釈迦様が、あの、住んでたあたりに、私は、あの、えっ、ー、と、住んでたんだけど、ネパールのね、山奥に住んでたんだけど。そう。あの、 その、そこの王子様だったんだけど、29歳で出家して、そう、ちょどういう季節だったか忘れちゃったけどなぁ。なんか、あの、うんと、社会に絶望して出家したみたいな感じだったと思う、確か。うん。そう。で、その後、35歳の時に、超過酷な、あの、絶食修行を行ったんだわ。うん。まあ、あの、ほら、あの、よく言うさ、あの、 よく言うというか、まあ、イメージするさ、まあ、お坊さんでもう、本当にガリガリになってさ、あの修行してる絵とか、絵とか写真とかって、まあまあまあま、あなんかイメージできるじゃん、まあ、あんな感じよ、そうで、まさにさ、骨と皮だけになって死にかけたところにね、そう、心身痛めつける修行では何も解決することはできないってことを悟ったんだと。うん そう。どんなにさ、あの、辛い思いして、どんなにどんなにさ、辛い思いして一生懸命耐えても、別に何も悟りを開くことはできなかったと。うん。そう。おしゃばっか様がそう思ったんだって。そう。だとしたらさ、私 <laughs> これ、ね、今読みながらさ、急に思いついたんだけど、そうだったらさ、じゃあ、あの、即身仏になられたお坊さんたちは何だったのって思わない <laughs> ごめんね。また話が飛んじゃったんだけど、促進物って知ってるみんな。まあ、知らない人も多いかな。あの促進物ってのは、まあ言ってしまえば日本のミイラーなんだけども、あの、よそのね、あの世界のミイラーと違って、日本の促進物。まあ、促進物自体は、あの、日本以外にも。 あるらしいんだけどね。あの、日本の促進物は、あの、お坊さんがね、千日だったかな、千日修行って言った気がするな、あの、どん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 、あの、自分でね、あの、死亡とかを落としていって、まあ、ダイエットってところじゃないよ。まさにね、骨と皮になるまで体重を絞っていって、最終的には生きたまま土の中に入り、で、あの、まあ、空気の穴はあるんだけど、あの、死ぬまでお経を、を はお経をずっと唱え続けて、まあ、亡くなると。で、それから、えっ、ー、と、また3年だったかなちょっと覚えてないけど、立ってから掘り起こすと、えっ、ー、と、ミイラーになってると。それを、あの、ずっと祀ってる、まあ、生き神様というか、生きたまま神様になったっていうのが、即身仏っていうものなのね。そう。まあ、もちろん即身仏 で、やったお坊さんたちのダイエットの方法が、まあ、現代に強す現代、そのままできるかってのは、まあ、そういうわけじゃないんだけど。そうそうそう,そう。まあ、べ、あの、勉強しても損はない。くらいな感じ。まあ、私はね、あのー、ミイラーとか見るの好きだからさ。そうそうそう。うん、昔は怖かったんだけど、今はね、まあ、そういうのね、結構関心あるのよ。 そう。だから、ま、促進物も、私の住んでる新潟県にはね、促進物、あの、何体かいらっしゃるので、えっ、ー、と、1回、2回ぐらい見たいな私は3体ぐらい促進物をお参りさせてもらったな。うん。まあ、そんなわけでね、まあ、お釈迦様はさ、もう絶食して、もうギリギリの修行しても何も悟り開けないよって言ってるんだけど、まあ、あの、もう死ぬギリギリまで、 あの、お経を勤めてられた、特進物の、あの、お坊さんたちは、じゃあ、まあ、何なのってふうに私は思っちゃった。<laughs> まあね、えっ、ー、と、そう、そのね、お釈迦様ね、結局、あの、どうして悟りを、悟りが開けないってことに気づいたかっていうと、まあね、もう、骨と皮ばっかになった時に、村の娘のね、あの、女、女の子はね、まあ、や、ヤギのさ、ヤギの父っていうか、おかゆを持ってきて、 まあ、彼はね、それを飲んで健康を回復したんだと。そう。そ、それからね、あの有名なさ、あの、シャラ掃除の下でね、悟りを振られたそうだった。そう。その後、あの、彼は不協活動とともに心と体の健康の重要性を人々に解き、古典医学の発展に力を注ぎましたとさ、っていう話なんだって。うん。まあ、要するにさ、あの、しっかり悟りを開くには健康で、健康でね、あの、しっかりした、 そう。健康な体を持つ必要があるんだってことに気づいたと。まあ、絶食してもダメだと。健康でしっかり栄養をとってる生活をしなければ、悟りフラとくことできないんだよ。そう。っていうことを彼は、まあ、絶食の中で気づいたっていうお話なのよ。うん。まあ、彼に関してはね、そう。ブッダに関して知りたい方は、やっぱりね、あのー、これを読んだほがいい。 うん。手塚治虫先生のブッダ。結構ね、あのー、手塚先生の絵、まあね、まあまあまあ、今の絵に、M 知ってるあの漫画の絵を想像すると、まあちょっと読みづらいよ。うん。読みづらい。そう。で、ブッダも結構長い。そして、まあ、若い頃の話が結構長いんだよねそう。だから、あの、うんと、単調っちゃ単調なんだけど、私ね、これ中学生の時に読んだのね。 うん。だから、ほとんどないよ覚えてないけど。<laughs> そう。まあ、大人になった今もう一回読んでもいいかなって思ってるんだけどね。まあ、ブッダをね、全部買い取ろうと思うとなかなかのいいお値段になるしね。 そう。まあ私はさ、私の担任だった一年生、中1の時の担任だった先生がね、あの、ブッダの話を、国語の先生だったんだけど、あの、国語の先生なんだけど、国語の授業の中で、あの、漫画の話をよくする先生だったの、女性の先生で。で、ものすごくね、性に対して、あの、寛容だった先生で、まあ、あの、ちょっと年を召された先生だったんだけどさ、あの、 男性も女性も平等に、もうまさに平等に、あの、まあ、男の子も女の子も平等に扱ってくれる先生だった。うん。だから、まあ、あの、女の子受けは悪かった。男の子受けは良かった。<laughs> だってさ、女の子はさ、まあ、うんと、まあ、あの、うんと、いつも以上に怒られるとき怒られるわけよそう。女の子だからと許しはもらえない。もうがっつり怒る先生だった。 男の子は、あの、男の子だからっていう理不尽な理由で怒られることはなかったよ。そう。まあ、そんな先生が、まあ、国語の授業の中でブッダの話をしてて、まあ、ぜひ聞かせてくださいということで、えっ、ー、と、中1の時の冬に、お正月にずっとブッダを読んでた。うん。そう。だからね、私はね、あの、うんと、仏教って、あの、ブッダから学んだっていうよりも、 あのー、まあ、ああ、まあ、いっか。<laughs> 言葉が出てこない。うん。そう。まあね、あのー、ネパールはさ、あの、仏教とヒンズー教徒が入り混じってて、えっと、私が住んでたところはヒンズー教徒と仏教、 を一緒にあの信仰している人がいっぱいいる地域だったの。で、その、私が住んでたところはまさに、あの、仏教が、あの、伝来する、日本に伝来していく上で重要なルートのところに住んでたのよ。仏教がチベットに行って、チベットから中国を渡って、日本に来るんだけど、うん。その過程の中に、あに、あの、ある、 そのネパールのところに住んでたから、まあね、とにかくあのお寺が多いの。しかも観光客が入れないようなお寺がいっぱいある。そう。だから私はさ、現地のスタッフにいっぱい連れて行って、いろんなお寺連れて行ってもらったんだけど、まあ、現地のスタッフがいなければ入れないようなお寺もいっぱい見た。 うん。何年前に作られたお寺なんですかなんて聞いたもん、聞いたらさ、もう1500年前のからあるお寺ですみたいな。まあ、そんなところいっぱいあるの。だからね、ネパールのね、山奥のお寺とか入ると、もう空気感が違うんだよね。そう。ま、あ確かにさ、日本のお寺でもね、あの、えっと、優勝正しいところとか入ると、あの、空気感が違うじゃん。 でも、それ以上に、もうね、背中から、あの、足元から背中から、あの、何かが駆け抜けるような、あの、すごいね、エネルギー感を感じるんだよ。ネパールのね、お寺って。うん。だからね、うんと、すごい経験だったなぁと思う。そう。でね、向こうのね、私がいたのは、まあ、20年くらい前だけど、20年経ったのかな十、十何年前だけど、うん。あの、 うんとその頃はね、山奥の、に住んでた人たちは、まあ山奥っってネパール山ばっかりだけどね。<laughs> そう。あの、休みの日になるとお寺にお前に行くっていうのが、まあ遊びっていうか日課というか遊びのような感じだったんだね。だから休みの日になるとお寺行こうよみたいな感じで、若い子もあの一緒にお寺行ったりした。うん。そう。しかもね、 普通はさ、獣も登らないでしょみたいな崖のところ、こっちが近道だから、ここはまっすぐ登ろうよって言って登っていくのよ。私も登ったよ。でもね、もう途中から怖くて下は向けないし、前も進めないし、みんな普通にサンダルで歩いてるのに、私はさ、あの、あの、結構しっかりしたさ、あの、靴履いていても、怖くて登れないようなところをみんなさささって歩いていくの。 まあまあ、現地の山奥のね、あの、ネパールの男の子も何個も達者だね。<laughs> まあその子がね、あの、前回のポッドキャストを見て、私にね、あの、メッセージをくれたのね。まあ嬉しかったな。うん。そう。まあ、あの、現地でさ、働いたスタッフの子は、日本語もあのみんなペラペラだったし、その後ね、日本に来て働いてる子も結構いる。うん。 だから、まあ、たまに連絡もらうと、やっぱその頃思い出して嬉しいなと思うのよ。そう。でね、うん、とじゃあ、この、うん、とお釈迦様ね、どんなにどんなにさ、うん、と辛い思いして絶食しあの、そんなことしても悟りは開けなくて、あの食事をしっかりとり健康な体じゃなきゃあの悟りは開けないよっていうことを体験したお釈迦様。 じゃあ、それがど、どこでダイエットと結びつくかっていうのが今日の本題。そう。<laughs> ここでようやくなんでお釈迦様がダイエットっていう話なんだけど、まあね、お釈迦様のように目的はね、ものすごく成功で、あの、立派なことを考えてもね、ね、目指すゴールがあったとしても、それを実現するために、あの、健康じゃないものを一 とったりとか、正しくない健康じゃない方法でダイエットとしたとしても、それは何もの起こらないよっていうことが、やっぱり、あの、言いたかったわけ。そう。つまり、つまりどういうことかというと、まあ、ダイエットもね、いろんなダイエットの方法あるよ。あるよ。まあ、ぶっちゃけさ、あの、全部ひっくり返せば、必要、不要なものを、 食べた中で、食べた栄養素の中で不要なものが脂肪細胞に蓄えられて太っていくわけよ。そう。だから、あの、不要なものを、を取らなきゃいい。うん。取らなきゃ太らない。そう。逆に、いあの余計なものを排出すれば痩せる。っていうだけなのよ。ダイエットで、極論で言えばね。じゃあ、その不要なものを、貯めてしまった不要なものを出すために、 えっと、まあ、運動をするとか、えっと、食事を気をつけるとか、えっと、排出しやすいものを取って、栄養素を取って、あの、体を排出させる体質に変えていくかとか。まあ、いろんな方法があると思うんだけど、うん、その中でね、あの、やっぱり、あの、決して正しいとは言えないものもいっぱいある。うん。だから、そういうものを、あの、 正しくない方法をやるんじゃなくて、正しい方法、正しい知識を持って、しっかりあの目的に向かったダイエットをしていきましょうっていうのが、この正吾のまあ言いたいことだと思うの。もしかしたらテキストより私の方がうまくまとめれてるかもしれない。<laughs> まあ、そんなわけで、今日のえとお題は、問題は、お釈迦様は絶食修行で悟りを開いた、丸か罰か。これはバツですね。 うん。そんなことをしても、熱力修行をしても、トリは開けません。なんで、間違ったダイエット方法を一生懸命実践しても、落ちません。いや、健康的に落ちません。体重を落とすだけだったら、できると思うよ。うん。で、えっ、ー、と、明日、明日の今日のアウトプットは、6番目ですね。6番目。 そう。えっ、ー、と、明日のお題はというと、来ました。ようやくダイエットの勉強みたいなお話になっていきます。そう。まあ私のね、作ったこの資料の中には、えっ、ー、と、問題の番号は書いてあるけども、第一章、第二章っていうのはまあ書いてない。うん。で、明日から実は第二章に変わります。 第二章はどういうことか、どういうものを話しているかというと、えっとね、うんと、とあ、現代ダイエットの基礎知識っていう内容で喋っていきます。そう。だから明日からは、ちょっともうちょっと現代知識、現代、現代ダイエットを、を学べるような、本格的な <laughs> ダイエットの勉強に、みたいになっていくと思います。で、明日の、えっと、お題は、 メタボ予防のためにさ、ための最優先は薬を飲むことである。もう一回言うよ。メタボ予防のための最優先は薬を飲むことである。が、お題です。皆さん考えてみてください。で、考えるためのポイント。まあ、テキストには書いてなかったと思うけど、薬っていうのがポイントね。あの、サプリメントは薬かっていうこと要するに、 サプリメントは薬なんですかっていうふうに、えー、っと、そこを正しく理解しないとちょっとわかりづらいかもしれない。サプリメントは薬じゃありません。サプリメントは食品です。うん。そう。だからそこら辺を踏まえて、メタボ予防のための最優先は、薬を飲むことである。あるか、罰か。皆さんまた明日まで考えてみてください。 まあね、これもね、まあ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 、そんな悩むほどの問題じゃないよね。はい、本日もここで終わりになりました。が、明日ももちろん配信は19時から。明日のお題はちょっと長くなるいや、そんなことはねえな。<laughs> あの、今日もね、あの、実は、速攻で終わらそうと思えば10分ぐらいで終わったと思うんだけど、 なんかね、あの、ダラダラ喋っちゃいました。こんな私のね、あの、ダラダラ会話に付き合っていただいてありがとうございます。また明日もね、元気にやっていきたいと思いますから、ぜひ、明日もご視聴ください。ご視聴じゃない。まあ、ご視聴か。<laughs> この、このポッドキャストは、あの、どっちかと,いうと、まあ、動画っぽいよね。<laughs> 資料見ながらだもんね。まあ、そんなわけで、皆さん、また明日、バイバイ。